2024年度護衛艦加賀がアメリカへ渡航し、F-35B 戦闘機の認証プログラムを実施する中、台形だった艦首が四角へと魔改造された最大の理由は一体何でしょうか。今回は、海自、ついに、護衛艦加賀が F-35B 満載化、艦首四角への変更は、台形役不足、出雲災害対策の現状と課題とは、を詳しく見ていきます。護衛艦出雲は、能登半島地震への派遣はされていない状況でした。今後、地震災害への対応の変化も詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載しての訓練は2024年度見れるのかな？出雲は認証されていて艦載可能ですよね。日本では、新年の2024年1月1日に能登半島沖地震が発生、正月モードに包まれた列島の雰囲気を一変させる緊張感が走ったが、これまでの阪神淡路大震災や東日本大震災比較すると、地震の規模的には少なくて済んだ。それでも、被災地である能登半島は、山間部や海岸部に、比較的に小規模な集落が散在する、地理的な環境下にあったため、主要な道路が寸断されたことで、救援の遅れが発生、今も予断を許さない状況が続いている。こうした大規模な自然災害の発生に際して、当然、自衛隊の部隊が救援に差し向けられてはいるが、例えば、海上自衛隊で、最大規模の大きさを誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の投入は、今回は行われていない。これについて、政府の災害対策の不備を指摘する声も一部では散見されるが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦のような大型艦艇には、入港が可能な大型の港湾設備が不可欠であり、今回は、その投入が不可能な地域となっている。そのため、物資の搭載量や、その運搬手段としての大型の回転翼機を、最大で14機も運用可能であり、艦内には、充実した医療設備を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も物理的に用いることができないことは、はためにも心苦しい。1日も早い能登半島の被災地の救助と復興を個人的には望んでやまないが、大型艦艦艇であっても、いかなる事態にも対処が可能ではないという、厳しい現実は、残念ながら日本国民としては受け入れざるを得ない状況である。こうして、能登半島沖地震では、投入が不可能な状況にある海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だが、1番艦出雲と2番艦加賀の両艦は、今も航空母艦化改修工事を現在進行形で行っている最中にある。前述したように出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、現在の海上自衛隊の艦艇において最大規模を誇り、基準排水量で 19,500トン、満載排水量で 26,000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m という艦隊を備えている。海上自衛隊の艦艇の種別を示す艦首記号では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は DDH と呼称されており、前級であるヒュー型化を拡大、全通式の飛行甲板を元より完備し、ここからは最大で5機の回転翼機の同時離発着が可能である。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦である出雲は2015年3月に神奈川の横須賀を母港とする第1護衛隊軍第1護衛隊へ、2番艦の加賀は2017年3月に広島の呉を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に配備されている。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事は当然のように進められているが、1番艦である出雲は収益を果たした年の2015年7月に、早くも短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化が報じられた。この時は、そうした報道を、時の日本政府は、否定するコメントを発し、今年で9年前とはいえ、海上自衛隊が、いわゆる固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を運用する航空母艦を保有することに、大きな反対が巻き起こることを懸念していたと考えられる。これは、まさに、
日本国内における海上自衛隊の航空母艦の保有が、まだまだ、一般の国民からのコンセンサスを得ていないとの判断の上で発せられたものと想像でき、そこから、わずかな期間で、大きく風向きが変わったことの証左でもあろう。すでに、中国は、この2015年時点の3年前の2012年9月には、最初の航空母艦となったウクライナから使用用途を偽って入手した遼寧を就役させており、日本を取り巻く外的な安全保障環境は大きく変化しつつあった。これと前後して、個人が所有していた尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島を国有化し、南西諸島方面の防備を強化する方向に舵を切ったが、この決断が中国に影響を与えたことは間違いない。その祖も、尖閣諸島に対しては、1970年9月に、台湾の一部の団体が上陸し、自国の一部である旨の活動を起こしたが、今の中国共産党政府は、台湾は自国領であり、したがって、尖閣諸島も、自国領であるとの前提に立っている。こうした中国側の主張は、自国が、海軍力や海峡局の増強を行うことによって、2000年代以降に、着実に実力的にも強化され、尖閣諸島の周辺海域への恒常的な侵入を繰り返す事態を招いており、危機的な状況を招いている。こうした状況を受け、2016年12月には、日本政府も出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空警護艦化改修を公のものとし、同艦を建造したジャパンマリンユナイテッド社に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を検討する動きを本格化させた。この時点で、尖閣諸島をはじめとする南西諸島防衛に対して、日本政府は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化のコンセンサスを国民から得られたと判断したものと思われ、その既成事実化が一気に進んだと言えるだろう。2018年末に閣議決定された第30期の防衛計画の大綱においては、先のジャパンマリンユナイテッド社に委託した研究結果をもとに、海上自衛隊の既存の艦艇からのストブル機運用、つまり F-35 ライトニング 2B 型の出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦への搭載が規定路線とされた。こうして、航空母艦化改修が決定された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に対して、防衛予算上では、2020年度31億円、2021年度203億円、2022年度62億円、2023年度52億円が投入され、一気に、その動きが加速していった。そして、2023年末に閣議決定を経た2024年度の防衛予算案では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修費用として、過去最高額の424億円を投じることが決まり、その大半を占める421億円が、一番艦出雲の改修に充てられる。同様に、2番艦の加賀には、3億円と非常に少ない投資額となっているが、これは、加賀が出雲に先んじて、2021年度末から2024年度末にかけての1回目の工事で、すでに最も大掛かりな監視甲板形状の変更を実施済みであるためだ。加賀は、すでに、2023年4月には、最も費用的に高額な監視甲板形状の変更を終えており、逆に、出雲は、2024年度から開始される工事内容に、この部分を含んでおり、現状では、両艦、ともに、2027年度を、目途に、すべての改修工事を終える予定である。一方、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が、艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の取得費用は、2020年度が793億円で6機、2021年、27機で4297億円、1機あたりの平均では159億円ほどになるが、全体では、航空自衛隊では、42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しており、
残り15機も2025年度以降の予算に組み込まれることとなる。そして今年2024年には最初の2020年度予算で計上された F-35 ライトニング 2B 型6機が納入される予定であり、配備先は暫定的に宮崎県の新田原基地になると公表されており、初の1個飛行隊が編成させることが予想される。航空母艦化改修が2027年度までには完了するとめされているイスモ型ヘリコプター搭載護衛艦だが、実際に F-35 ライトニング 2B 型を艦内に収容するキャパシティは1最大でも10機前後と言われており、絶対数としては必ずしも多くはない。この点から軍事的な戦力として見た場合、イスモ型ヘリコプター搭載護衛艦の航空戦力は極めて限定的であるというのが実情であり、航空母艦化という形容に過大な戦力投射を期待するのは禁物ではあろう。も、神型護衛艦の収益が急ピッチで進められていますが、2023年3月、ついに4番艦ミクマが収益し1年ほどです。建造を担当した三菱重工業中崎造船所の能力もものすごいと思いますが、何といって、モモが三型の性能が異次元レベルという極秘情報を入手した。今回は、海自最新鋭モが三型護衛艦ミクマ収益。米国ビビる建造能力に賛否し、やばい、7万馬力で、30ノットは、常識外れに、国連恐れるを詳しく見ていきます。建造能力は悪魔的です。昨年5月、ロシア海軍のアドミラル艦が、ウクライナ軍のミサイル攻撃で沈没したのですが、それよりはスーダンも高性能で、少人数化されていることが世界でも驚愕されたそうです。ロシアが突如他国であるウクライナへ侵攻してから1年が過ぎました。戦いの終わりは全く見えません。世界ではウクライナ戦争開始から1周年ということで騒がれています。そんな世界情勢をよそに、日本は昨年末、閣議決定した安保関連3文書に基づいた防衛力強化を各分野で具体的に進めており、従来からガラッと転換した反撃能力を有する装備拡充に注目が集まっているようです。その中でも、注目の的は、有事の際、敵の領域内へ攻撃できる兵器としてのスタンドオフミサイルです。具体的には、1認識地対艦誘導弾の能力向上タイプや、当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が、大きなウェイトを占めることになりました。ここまでの大掛かりな自衛隊装備の方向性の見直しは、近年、稀に見る戦略、戦術の大転換でもありました。皮肉なことに、昨年2月、ロシアのウクライナ侵攻が、日本の防衛政策を転換するため、追い風になり、防衛費総額を打ち出しやすい空気を醸成したという感もあります。日本の防衛政策という視点からは、激動の変化が起きた2022年でしたが、海自の新型護衛艦としては、今までにない多目的艦艇であるもが、三型が収益を開始したことも特筆すべきでしょう。海自最新鋭護衛艦もが三型は、2022年3月に、2番艦熊野、翌4月に、1番艦でネームシップのもがみ、12月に3番艦のしろが収益、日本領海を守る任務に就きました。さらに、2023年は、3月、4番艦三熊、12月に5番艦や萩が収益する計画ですから、昨年分を含めると合計5艦の護衛艦が増える状況になっているのです。現時点で、もが、三型護衛艦は、トータル22隻の建造が見込まれています。
一つの艦を長期間運用する弊害が指摘されていますが、収益から数えて、おおむね40年間程度が使用期間として想定されているそうです。目下、三型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という新しい艦種記号を冠されています。これは、比較的小型の軍艦を意味するフリゲートの艦種記号 FF に、機雷戦のマイン及び多用途のマルチパーパスを複合して M を付け加えたそうです。目下三型護衛艦の性能としては、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、深さ 9.0m で、世界的にはフリゲート艦としても大きい部類に入るそうです。2023年1月4日、ロシア海軍の最新鋭フリゲート艦と呼ばれるアドミラル・ゴルシコフ級フリゲート1番艦アドミラル・ゴルシコフが、極超音速巡航ミサイルツィルコンを搭載して航行に出たと報じられました。3月になっても続いているウクライナ侵略戦争で、最近、地上戦では大きな戦果を上げられていないロシア軍は、このアドミラル・ゴルシコフを航行させることで、NATO 加盟国に脅しをかけようとしたとも見られます。と言っても、ロシアが喧伝するほど、ツィルコンが NATO 加盟国に効果的かどうかは、現時点では不明ですが、ロシアの言い分では、射程距離で 1000km 以上、飛翔速度はマッハ9以上のミサイルなので、迎撃は困難だと主張しているようです。このツィルコンを実装しているアドミラル・ゴルシコフの性能ですが、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0m、全幅 16.0m であり、海上自衛隊のモガ三型護衛艦とは、かなりサイズが似ていますね。ただし、モガ、三型護衛艦とアドミラル・ゴルシコフの最大の違いは、その主兵装にあります。垂直発射艦 VLS を、MAX 16セル搭載可能なモガ三型護衛艦に比べて、後者は、倍の32セルを装備しているそうです。もっか三型護衛艦の優位性としては、水上戦闘艦として重武装に傾くことなく、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷の差と不設能力を付与された多用途艦というところです。また、モガ、三型護衛艦は、外艦のイメージ通り、従来艦よりも、大幅にステルス性を考慮した設計になっていて、中国海軍による南西諸島方面への圧力行為に対抗するために、多用途性に重点を置いたということが伺えます。これまでのところ、モガ、三型護衛艦1隻あたり500億円弱の建造費と公表されていますが、海自は、さらに安価で小型な艦艇である哨戒艦を今後は建造していく方針を打ち出しているのです。2018年分の防衛計画の大綱の中で初めて言及された哨戒艦は、一隻あたりの建造費が約90億円という低額な小型艦艇で、イメージ的には海上保安庁の巡視船に近いようです。それにしても90億円で低額なんですね。金銭感覚がおかしくなりそうです。海自の新哨戒艦は、基準排水量1920トン、全長 95.0m、全幅 12.0m ほどの艦体に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたコットラグ方式を採用、最高速度20ノット、搭載する兵装も 30mm 機関砲程度と見られています。こういった哨戒艦やモガ、三型護衛艦の使用を考えてみると、今後、ますます厳しさを増していくだろう。南西諸島方面に対し、海上自衛隊は、消費化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが推測できます。その意味で、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショア大隊となる艦艇として計画を進め、新しく建造するイージスシステム搭載艦などと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針と解釈できるでしょう。ちなみにもが三型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された、阿武隈型護衛艦、艦首記号 DE の後継艦にあたります。もがみ、阿武隈と、護衛艦には、川の名前が付けられる規則性がありますね。
さて、阿武隈型護衛艦は、ネームシップで、一番艦の阿武隈が、1989年、平成元年、最終6番艦とねは、1993年、平成5年に就役していますが、とねでも、艦齢は、今年で30年になるので、近い将来の退役が見込まれています。阿武隈型護衛艦の前級で、1983年、昭和58年と、1984年、昭和59年に2隻のみが建造され、太夫張型は、2010年、平成22年に退役しています。海上自衛隊としても管理、運用する艦艇の新陳代謝が必要ですし、同時に、防衛力との兼ね合いで進めていくことが急務になっています。言うまでもなく、利根も夕張も川の名前です。阿武隈型護衛艦の乗組員定数は約120名。もが、身型護衛艦は、これより、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、消費と化が図られたおかげで、40名も減らした約90名での運用が可能とされています。それでも、日本の少子高齢化の流れを止めることはできません。慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、消費と化されたとはいえ、必要数を充足させることは難しく、防衛費は増額したとはいえ、課題は山積されたままというのが現状なのです。陸自や空自と職場を比較すると、海自で艦艇勤務になると、スマホがほとんど使用できない環境下に置かれてしまいます。今の若者が、こうした勤務を受け入れるのはかなり難しいでしょうね。人員不足は、公務員である自衛隊に限らず、日常生活を支えてくれるエッセンシャルワーカーも同じです。国を挙げて、この問題に取り組む必要があるのではないでしょうか。潜水艦は、世界の国々の中で限られた40カ国ほどが運用しており、特に地理的な制約を持つ国々にとっては、非常に特殊かつ高価な装備でもですよね。海上自衛隊22隻体制整い、世界が日本の潜水艦に再注目しているのも事実です。今回は、海上自衛隊引き渡し、攻撃型潜水艦世界屈指の太平型に再注目、豪州原潜導入前に、双竜星ガルを詳しく見ていきますね。それにしても、オーストラリアの原潜導入にはびっくりでしたね。フランスがもたもたしていたからですね。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で、200を優に追える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、
1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で冷戦構造が激化したことで再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで日本は北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備をアメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそアメリカが第二次世界大戦中に建造したガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた大潮から国産化を再開。ここから今まで建造技術の継承を続けている。この大潮は三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から収益を果たした朝日、岡田は4隻が建造され、半数の2隻は川崎重工業者の神戸工場がその建造を請け負った。以後この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は現在の最新鋭の太平洋型に至るまで日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は海上自衛隊の潜水艦は毎年1隻ずつを交互に三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことでその使用年数も22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭艦である太平洋型は基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界でも最大規模である。太平洋型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平洋型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、流型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、流型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、太平型では、これに若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、太平洋型は通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には艦首部に6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、ここから対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は太平洋型と同時に運用されている前級の、そう、流型、前級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを基としている。太平洋型の襲撃によって、従来よりも作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、
2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは2021年9月に電撃的にアメリカとイギリスとの間で新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのベステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も6門の 533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在のサイコさんの親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月にアメリカとイギリスと新たな軍事的な枠組みオーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアがフランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。